ヨットクラブ。ヨットってかっこ書くのか。いい、ヤマハマリーン。相模、相撲じゃないよ。相模だよ。はい、おはようございます。元バンディット 400V です。3月10日土曜日8時13分です。今回も張り切って元ブログやっていきましょう。昨日、おととい、雨降りましたけども、ようやく雨上がりました。前方曇ってますけども、方角によっては、青空見えてるところもありますね。道路はまだ乾ききってないんで、まあ、こんな形でちょっとまだ濡れてる部分もあるという感じですね。気温は、先週よりもちょっと寒いかな。ただ冬用の装備からまた一つ春用に変えました。見えますでしょうか。グローブ、防寒用から革の、オールシーズン用に変えました。10キロちょっと走ってますけども、なんていうか、まあ、暖かいわけじゃないんですけども、冷たいというところに関しては、まあ、ちょっと冷たいかなっていう感じですかね。我慢できないことはないです。まあ、当然指先が痛くなるとか、そんな気温じゃないですね。24節で啓蟄というのが、先週かな、今週かな、なんかそういう、日が、あったそうで、まあ、虫が湧いてくるような感じのことだそうです。まあ、冬ごもりしているライダーも、そろそろ湧いて出てくるのかなと。虫と同じようにね。はい、で今回のお話は、まあ、今まで、テーマ決めて、話してきたんですが、まあ、今日は何個か、まあ、喋りたいことを話していきます。明日3月11日、1ヶ月ぐらい前の元ブログでお話ししましたけども、まあ、毎月11日、思い出すようにしてますっていうところで、東日本大震災から、7年ですね。明日で7年経ちます。ちょっと今日テレビ番組表あさってこなかったんで、わからないんですけども、まあ、多分特集番組、特別番組っていうのが、民放でも放送されると思います。まあ、1日経って3月12日になれば、まあ、テレビもそうですし皆さんの意識も大震災から離れると思うんですが、まあ、年に一遍ぐらい、当時の大変さっていうのを思い出してもらえればいいかなと思います。なんだっけ、あ、そうそうそう、例えることの難しさじゃないけども、なんとなく分かっててるようで分かってないなっていうことをちょっと話していきます。なんだ、広さを表すときに何平方メートルっていうとか、何ヘクタールとか広さ、
数字、そういう数字で面積を表す、時がありますっていうか、まあ表せますけども、あまり広いと、パッと来ないんですよね。なんでテレビでよく例えで使われるのが、東京ドーム何個分っていう風に例えるんですけども、それって本当に分かりやすくなってんのかいっていう、まず東京ドームに行ったことある人ってどんだけいるんですかねと、私たまたまですね、もうずいぶん昔ですけども、東京ドームで巨人戦の試合を、見たことがあります。なんで、東京ドームにはそこ外野席だったね、行ったことあります。行ったことあるんですけども、じゃあその東京ドーム1個分の広さって自分でピンとくるかっていうと、ピンとこないですね。で さらにもっと細かく言うと、その東京ドーム1個分の広さって、グラウンドの広さを言ってるのか、それともその何だろう、建物そのものを言ってるのか、それともその周りにある敷地も含めて言ってるのか、何を言ってるんですかっていうところもよく分かんないですよね。東京ドーム4つ分って言われて、ピンと来る人どんだけいるのかなと不思議に思います。というか、プライベートの会話で東京ドーム何個分っていう、そういう出るケースってありますか？ないっすよね。ないんだけども、なぜかその広さの話になると東京ドームを持ち出すという、わけが分かんないですね。あとは、また政治の話じゃないんですけども、思い出すのが、去年だったと思うんですけども、野党から、国会を、開いてねってお願いされて、開きませんと抵抗した時のお話なんですけども、憲法なのかなには議員 の 何パーセント以上が国会開いてほしいって要求したら開かなきゃいけないよっていう規定があるんですよね。ただその時期については決まってないそうです。なんで、開けばいいんだけども、いつ開くかは政府の裁量に任されてるみたいで、そうなってるんで、別に憲法違反してませんよというような、言いぶりで、開きませんって菅義偉官房長官とか、安倍総理が確か答弁したような気がします。民間会社だと最近は法律守って企業活動をするのは、そんなの当たり前で、法律破ってませんけども何かみたいな、そんなこと言ったら評価されないっていうか、SDGs とかCSR とか、この自分だけ儲けりゃいいやなんていう考えじゃなくって、もう世の中のこの、問題を一緒に解決していきましょうとか、そういう、ことで企業活動を、行っていきましょうなんていうのが今は、
企業評価する、基準になってたりしますよね。なんで、政治は、ひどいなという取り留めと。はい、ということで、取り留めのない話をしてきましたが、今回の元ブログはこの辺で終わりにします。最後までご視聴ありがとうございました。